私はロボットの研究者ですと言ってもなかなか目には見えない小さな小さなロボットです2018年にそんなロボットをこのステージでお話しさせていただきましたあれから4年が経ちました今日はあのロボットたちが今どうしているのかそれをお伝えしたくてこのステージに戻ってきました 私たちののロボットは非常に小さなももですすけれども鳥が一つあります群れを作ることができます鳥や魚や蟻たちのように整然とした群れこれはまさに自然が見せるスペクタクルです群れることによって1羽あるいは1匹ではできなかったことが次々とできるようになってきます このようにみんなで力を合わせて自然界を生き抜けていくこういった戦略が私たちの緊急の核にもなっています水中を滑走している赤や緑の分子たちが私たちが作り上げてきたロボットです髪の毛の千分の一ぐらいの大きさの太さを持ったものです ここに科学的な情報や、あるいは光の信号を入力すると、それを受け取って。大きな群れを作り始めます。これはあの当時の学生であった彼女とともに作り上げてきた、そういったものでもあります。この成果は、イギリスの科学雑誌ネイチャーという雑誌のオンライン前に掲載されたものです。 こういったロボットを作り上げる際には3つの要素が必要になります。1つが環境をセンスするようなセンサー。そして2つ目がその情報を処理するプロセッサー。で、3つ目がそのプロセッサーからの指令を受けて行動へと移すモーターになります。これが我々のロボットのモーター部分になります。生態の中では いろんな物質の運搬に関わっているタンパク質からなる分子機械になります ATP という化学エネルギーを使って駆動することができますまたプロセッサーには遺伝子情報これを管理している DNA が用いられていますそこに可視光や紫外光といったような光を受けて構造変化するそういった化合物 これを組み込むことによってセンサー機能が備わっていきますこの図は私たちのロボットを模式的に表したものです赤や緑の繊維状にも見えるものがこれが DNA からなるプロセッサーですこれを手のようにして使いながらお互いコミュニケーションを取ることで無料形成していくこれが基本的な原理になります非常に小さなものですが 力を合わせればその可能性はは無限大ではないだろうか4年前にこのような言葉で締めくくらさせていただきましたこのあとどの方向にこの可能性を見出していったらよいのかそれは私たちがすべて鍵を握っていますまず最初にそもそもロボットには何が期待されているんだろうかこのような問いかけから次の一歩を踏み出していきました これは私が今座っているデスクの後ろにある本棚から引っ張り出してきたチェコの作家カレル・チャペックの書籍です。1920年、今から100年ほど前に書かれた戯曲になります。この中でロボットという言葉が生まれてきました。ロボータ、これはチェコ語で労働というものを表す言葉です。 この言葉の最後の一文字これが取り払われると我々が今使っているロボットという言葉に変わっていきますこの対比からも分かるようにロボットには労働ということが求められている何か働くということが求められていることが分かりますそこで我々も私たちが作ってきたロボットに何らかの仕事を課すことにしました 選んだのは荷物運びですまずビジョンというのを比較的容易に描くことができるそれから労働というものを目で確認することができるというのがその理由になります我々の頭の中にイメージされていたのはアリによる餌運びのような情景ですアリは周囲を探索し餌らしきものを見つける そしてそれが餌であることを確認すると拾い上げて巣まで送り届ける非常に簡単そうですよね学生とともにまずはどんな物質を運ばせたらいいのかこれを探しに行きましたそして我々はマイクロプラスチックのようなものを選びましたまず最初に1マイクロメートルぐらいのプラスチック製のビーズを用意して先ほどのロボットの中に投げ入れてみます 緑色に見えているのが投げ入れたビーズの玉になりますもちろん最初からうまくいくわけはありませんそばを通りは過ぎ通るはものの通り過ぎてしまいますそこで次にもう少し工夫をすることにしましたこの玉が拾うべきものであるということを認識させるためにその玉の表面に少し再考します DNA を貼り付けてみましたするとどうでしょうか少しずつ弾が転がり始めるということが分かってきましたしかしこの動画を見るようにロボットは弾を拾い上げはするもののすぐに落としてしまいますこれはビーズの軌跡を追ったものになりますこの図からも ビーザは遠くまで運べないということがわかりますそこでここで研究の核にもなっている力を合わせて何かを成し遂げていくこの基本コンセプトに立ち戻っていきましたこれはアリの社会でも一緒です大きな餌を運ぶこういった場合には仲間を呼んで協力しながらこの作業を完結させるここでは今三匹のアリが描かれているかと思います 我々はそこでまず大きな大きな群れを作らせることにしました。このような感じです。そしてこの矢印に注目していただくと、このビーズがその群れによって飲み込まれていく、こういった様子がを捉えることができました。同じように軌跡をとってみます。先ほどとは違うように見えます。比較をすると 歴然でしたそこで次に単位時間あたりにどれぐらいの距離を運んでいるのかすなわち輸送効率これを評価してみることにしましたそうすると驚くべきことに5倍以上の差があるということが分かりました私研究という仕事にこれまで20年近く携わってまいりましたけれどもこの結果というのはその中でも最も 興奮させられるもものでもありましたまた輸送の効率だけではなく運ぶことのできるビーズのサイズにも大きな違いが生まれてくるということが分かりましたここでは1マイクロから30マイクロといったサイズのビーズを投げ入れたものになります単独で輸送されるする場合には1マイクロメートルのビーズこれが限界であったのに対して群れで輸送する場合には 20マイクロといったような大きなビズであっても力強く運んでくれるということが分かりましたこのようにアリのイメージしながら探索積み込みそして搬送というところまでは比較的順調に研究を進めてくることができましたしかしこの最後の配達というところにはかなり頭を悩ましていました というのも運ぶためにはビーズをしっかりと掴んでいなければならないそれを運ぶ場合にはスッと手を緩める必要があると全く相反する特性というのが求められていますまた散らばっているビーズをどのようにしてかき集めてくればよいのかただ単に A 地点から B 地点にレールを引いて物を運ばせるというわけにはいきませんでした私あのテストとなると全くからきしだったんですけれども 歴史に関ししては大変興味がありました特にその時代がどのようにして発展していったのかあるいはその時の支配者がどの,どのようにしてその地域を派遣していったのかそのサクセスストーリーにはいつもワクワクさせられていましたこのような課題で頭を悩ましている際にふと浮かんだのが2つの帝国のインフラ戦略でしたローマでは 舗装道というものを都市間を直線的に結んでその上を重戦車を走らせて物資や人員を送り届ける一方でモンゴル帝国では舗装道のようなものを全く持たず草原を縦横無尽に馬車で駆け回るローマ帝国では効率のようなものモンゴル帝国では自由度こういったものを求めたんだと思いますそこで私たちもレールを作るのではなく モンゴル帝国型の戦略でこの物質質を完結させようというふうに考えましたではどのようにしてビーズをあるところに送り届けるのか私たちのロボットは光に対する感受性がありますこれをうまく利用すれば光の当たった箇所にのみビーズを届けることができるんじゃないかこういうふうに考えましたこれがその時の発想イメージになりますそこで次に行ったのが ある箇所にのみ紫外光これを当てて実際に群れがばらけるかどうかを評価しました紫色に囲まれている領域ここに紫外光が当たっていますそこに群れが入ってくるとどうでしょうかばらけていく様子が見て取れるのではないかと思いますまたこれは私だけかもしれませんがこの動画を見ているとロボットであるにもかかわらず 何か生命体のような雰囲気を感じててしまいままいいすす今どんどんんばらけていきますこのようにしてばらけさせることができるということが分かってきたので次いよいよこの中にビーズを入れていきますもうすでに周囲を駆け回ってきたのか多くのビーズを抱えたロボットたちが見られます。 それが市街口の当たったっっ領域に入っててとしています,すると群れがばらけると同時にそこにビーズを置いていくということが分かりました私たちの発想が間違っていなかったということが証明された瞬間でもありますこの成果に関してはアメリカの科学雑誌「サイエンスのロボティクス」というところについ最近掲載されたものですもちろんこれは 論文の中では一切触れられておりませんがこのプロセスに関しては我々ほとんどの時間をこの4年間費やしてきました大変苦労したポイントでもありますまたこの動画からおそらくスケールが全然伝わらないかと思いますが今この空間というのが大体100マイクロメートルから100マイクロメートルという四角い領域になっていますこれはのの髪の毛 1> 1本のの断面積に相当すするようなものです非常に小さな空間にビーズを置いていってくれると私たちとしても非常に驚きな結果ではありましたこれはある対面積あたりにどれぐらいのビーズの密度が変化するのかということを評価したものですデータからも市街光が当たった領域にのみビーズが集まっているということがサポートされたものでもあります さて4年前に誕生した私たちの小さな小さなロボット群れることしかできませんでしたがようやくここまでできるようになってきましたアリの餌運びこういったものをイメージしたようにビジョンさえ描くことができれば多少持っているものとは異なっているかもしれませんがそれなりの結果が得られてくるそういうふうに思います 進むべきき方向はがが自由に選ぶことができるだから研究はすごく面白いそしてこれからもその研究を追い求めていきたいと思いますどうもありがとうございます。